はい、こんにちは。即課時間の久保です。今回はですね、立憲民主党の私の大好きな小川淳也さん、小川政調会長が、まあ、なんとね、辞めてしまおうかっていう G を表明したということなんですよ。で、同時にですけども、G を表明するのと同時に、この小川政調会長はですね、当主である泉氏、ね、泉代表を除く執行部の刷新をずっとね、主張していたんですよね。まあ、要するに、 泉みさんが代表辞めないんだったら俺辞めちゃうよみたいなことなのかもしれませんし、もしかしたらね、泉みさんをもう代表としてはやっておけないんで変えようよって言ったことに対して泉みさんが、じゃあ小川さんがあんたが辞めろよみたいなね。 こんなことになっていたのかもしれません。まあ、どちらにしても、内輪もみかんは、まあ、否めないわけですけども、まあね、民主党ってのはね、分裂をして、さらに分裂をしたがる、なんかよくわけのわかんないね。あの、結局、内部でもまとまらない以上、この国をまとめるっていう能力はないんだろうなとは思いますけども、記事を読んでいきます。えー、立憲民主党の小川淳也政調会長が G の意向を固め、関係者に伝えたと。複数の党関係者が11日明らかにした。 小川氏はこれまで敗北した参院選について総括した後に、泉健太代表を除く執行部刷新が必要だと主張していたと。えー、泉氏は、えー、月内に、えー、執行部人事を行う方針で、小川氏らの処遇を求める、えー、というね、見通しだということなんで、8月中に何らかの動きが立憲民主党の執行部人事にあるようですね。うん、まあ、それに対して、泉さんを除く執行部が、この、 立憲民主党には必要なんじゃないかなっていうふうに言われている、えー、この、小川淳也さんと、あと代表をね、務めている泉健太さんが、ああ、じゃあ、俺の責任じゃないよって、お前ら執行部が悪いんだよ。みたいな感じなのかなと思いますけどね。はい、記事を続けて読んでいきます。立民は10日の臨時常任や幹事会で、えー、参院選総括を了承した。小川氏はその後、自身のツイッターで少なくともここまでは、 現執行部として責任を果たすべきと主張してきたあ私自身もどこかでけじめをつけなければならないと投稿した参院選直後から党役員ながら泉氏を除く執行部の刷新を訴えていただくことですね。まあこのね、立憲民主党のね、低らくっていうのは泉代表一人のせいではないんですが、とりあえずは代表がリーダーとして舵取りを やっぱね、改めなければならないところは間違いないでしょうね。あの、やっぱりなん、どんな組織でもね、リーダー、ー次第なんですよ。ね。100頭の羊に引きられた、あ、100頭のライオンを引いている羊と、100頭の羊を引いているライオン、どちらが強いかっていうと、100頭の羊を引いているライオンの方が強いっていうことなんですよね。まあ、ですんで、 あの、優秀な人材がいるから揃っても、リーダーがボケなすだと、あの、その組織ってのは死んでしまうんですよね。まあ逆に言うとね、とんちんかんなメンバーが揃っていても、リーダーさえしっかりしていれば組織を導いていくことはできるんですよね。さあ、立憲民主党はどちらでしょうかということなんですけども、もうね、立憲民主党もね、全然ニュースが少なくなっちゃって、うん、どちらかというと、令和新選組とかね、n x 国党に全然押されてますよ。あの、やっぱりね、 新しい風を吹かしてくれるという期待度で言うと、もうマンネリ化した立憲民主党のね、ドタバタ劇はもう飽き飽きで、で、大した挑戦もないし、びっくりするような政策もないし、終わってるんですよね、ここはね。で、そういうふうに終わった人の代表格として存在するのが、この時代をすでに、ね、過ぎ去った小川淳也さんじゃないかなと思いますよね。私は個人的に小沢淳也さんみたいな、 あの、情熱的な方って好きなんですよね。まあ人間は感情の生き物ですから、上手な演説をするとやっぱりファンはできるんですよ。でも感情と同時に政治ってのは、 理論理屈もしっかりしてなければなりません。戦術も大事です。10年、20年の計画をもとに動いていかなければならないときに、もうすでに50歳になってしまう大川淳也さんにね、10年、20年の計画はちょっと無理だと思いますし、泉さんももう年寄りかなと思います。もちろん、この50歳とか60歳の時点で、すでに優秀なあメソッドが出来上がっていればいいんですけどね。まあ最大のものはあれですよ。 YouTube が使えてないってことですよね。SNS が使えてないってことなんですよ、この人たちは。立憲民主党の動画が常に更新されていれば、きっとこれからの時代を担う若い人の心は掴むことができるでしょう。でも、どうですかね ?SNS、YouTube を中心とした Twitter にしても SNS でも更新がきっちりできてコミュニケーションが日々図れているのは誰ですかね ?NHK 党でしょそれから令和新選組でしょこの二つぐらいですよ。 うん、だからもう終わっていきますよ。こんなところにね。自民党にしても立憲民主党にしても、政権を任しても何もいいことはありません。あと最大の立憲民主党のデメリットは、あの、完全にね、スパイばっかりなんですよ。この立憲民主党って。この小川淳也さんも、あの、自分の意思とは関係なく、スパイ活動をしているというふうに見えますよ、うん。だから立憲民主党なんてのは絶対にね、政権を取らせていけないし、即解体しなければならないんですよ。だからね、この、執行部を刷新とかじゃないんですよ。 立憲民主党を消滅させなきゃいけないんですよ。ここはね、無益なだけじゃなくて、有害な組織なんですよね。怖いとこですよ。早くなくなってほしいなと思います。言ってらっしゃい。